お客様は一旦くぐってから見えてくるようにということで、この当時ここをですね、陣で張っていたというのが名の由来と言われております。私が座っている方がバスの先頭です。駐車場から出ていくときだけですが、前にご乗車いただいております。テーブル7席、7テーブルあるんですけれども、すべて満席でございます。満席をご利用いただき誠にありがとうございます。乗り場戻ってまいりますが、最後ご降車いただくときはくれぐれもお忘れ物ないようにご注意ください。最近ありましたのスマホ丸々忘れるというお客様がいらっしゃいました。ご注意くださいませ。開けております。皆様入ってきていただきました。入り口のちょうど向かい側になります。階段降りて順次一品目、三種森の方からお出しさせていただいているかと思います。お飲み物出揃ってきましたかね。はい、お客様のご案内、平安京の内外で分かれておりました。その内外のちょうど境目に当たるのがここ九条通りだったと言われております。この後進行方向前方背を向けて座っていただいて、お客様の体をぐいっとひねっていただければと思います。もうビルの上に見えてると思うんですけれども、あちら交差点の角見えてまいりましたのが世界遺産でございます。当時の五重塔でございます。背の高い木造の建物でございます。ゆっくり通過してまいります。背の高さは 54.8 メートルてっぺんまでございます。見方変わりまして進行方向左側に移ります。背を向けて座っていただいているお客さん、ということで、この当時建てられたのは京都が都になったな。それではこちらの当時なんですけれども、今ですね、絶賛夜間ライトを開けてしまいましょう。進行方向左側、背を向けて座っていただいているお客さん、右側すぐ見えます。ここ餃子の王将の1号店です。ここ1号店です。1号店なんですけどね、なんかまああんまり広くないです。建てられていた通りと言われております。鳥羽というと、これはお墓に建てるあのギザギザの木のやつですね。鳥羽が建てられているということは、実はまあちょっと怖いですね。それでは千本通りはここしばらくですね、北向きに進んでまいりますが、お話ししました通り平安京のど真ん中を突っ切っておりますが、平安
安京のど真ん中の通り北には。それではですね、私手元の時計で、13時前、1時前ぐらいになってまいりましたね。今順調に北の天満宮進んでおりますが、では北の天満宮、こちら左側が北の天満宮でございますね。駐車場中完全に入ります。で、駐車場入りましたら先に私と飲食サービスのスタッフ降車をさせていただきまして、安全確認でき次第皆様にお声かけ、ですね、ゆっくり私ご案内したいと思います。目印これです。ちょっとぬかるんでます。足元ご注意ください。このですね、お茶券ついてます。お茶券どこで買えるの？これ最後に。ありがとうございます。こちらもみじ園限定お茶の湯というお菓子でございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ、こちらチケットをお使いいたします。こちらもみじ園限定お茶の湯というお菓子でございます。お茶セルフサービスになります。お暑いのでお気をつけください。お茶お酢にもございます。椅子で一緒です。
乗車券になります。はい、1000円。着物というのはあまり関係なくてですね、京都大火で作りました応仁の乱の西側の軍がですね、ここをですね陣で張っていたというのが名の由来と言われております。すみません、ちょっと通り過ぎましたのでお話し続けさせていただきます。今から堀川通りという通りを横断いたしますが、進行方向を左側、背を向けて座っていただいているお客様、右側でございますね。ちょっとちらっとには何か。実は前半戦で、今、令和の京都の中心は京都御所です。天皇様がいらっしゃった京都御所というお話をしましたが、実は正面に見えます、あの京都御苑の中に京都御所。こちらの方に今日はご案内をしたいと思います。さあ、ここまっすぐ行ったら北の天満宮です。もう数分です。信号を右側見といていただくと、実は門がない、こんな感じの入り口も、また左側、背を向けて座っていただいておりますが、右側ちょうどこの川の合流で、鴨川と高野川という川が合流して、右側一本の有名なところはどこかっていうと、大体、重なってくると思うんですよ。井筒安橋本とか、その正午院安橋とかっていうところが多いんですけどね。一応取り扱い自体はですね、結構な企業さんが、業者さんがですね、売ってます。になりますので、ぜひですね、前グイッとですね、よいしょ、振り返るようにしてご覧いただければと思います。もうちょっと皆様にと思います。今からくぐります、くぐりますよ。ここまで言ったのでシャッターチャンス逃したはなしでお願いしますね。背を向けて座っていただいたお客様は一旦くぐってから見えてくるようになります。大きな鳥居でございました。高さはですね、だいたい22メートルから3メートル、はい、狭い道通るんですが、ただ上は開けっぱなしで行きたいと思います。危ないので手は出さないでくださいね。どれぐらい危ない、ですね、バス進行方向正面、ここ神宮道という道でございます。まあ、平安神宮が行ってないので水落ちてくることはないかと思いますが、水の代わりに葉っぱ落ちてくる可能性がございます。どうしよう。松蓮院のですね、
ソレインというお寺さんのクスノキのトンネルっていうのがあります。もう一つですね、この後ですね、一緒に温かいほうじ茶とですね、ご用意をさせていただいております。見えてくると思います。あちら、京都国立博物館。というと京都、奈良、東京、九州以上4つでございますが、そのうちの1件ですね、お借りいただけるかなとは思うんですけれども、京都の鴨川はもちろん、まあ、古来から流れる昔の川でございますが、実はもっともっと川幅は広かったと言われています。バスはですね、こちらの四条通りしばらく西向きに進んで一路京都駅前へと向かってまいります。ここもヨドバシカメラ、昔は近鉄百貨店。ここだけバックしまして、で実はこれですね、バス順調に進みすぎてめちゃくちゃ、またこちらのバス車内でお会いできることを心よりいつも申し上げております。それでは皆様、本日はお気に、またお越しやす、ありがとうございました。お伝えさせていただきましたが、先にスタッフ降車をさせていただきます。お忘れ物ないようにご注意くださいませ。